べえ、俺ずっと音声入ってると思ってたら、やばい、アダプター抜けてた、きちぇ、しゃあねえかもう。いやまあ普通にさっきいろいろ言ってたのは、宮ヶ瀬行ってあのオギパン食いながら、まあ自然でまったり過ごそうというあの動画を撮りたいなと言ってました。でも何も入ってなかったね。ああやってもうた。あーでも本当に都会ツーリングもいいけど、マジでこういう田舎ツーリング最高なんだよな。数がすげえことになってる。わあ、秋になってきやしたね。うわ、めっちゃいるめっちゃいる。おお。もう到着するな。でもオギパンで食うわけじゃないから、買ったらすぐ移動するから、どうしようかな。今回は中の駐車場じゃなくて台に行こうかな。広くてまあ出やすいしな。そう、ここよいしょ、到着しして、さてパン買ってこようと。A few moments later. さて、で、オギパン買いやした。どうぞ、ちょいとこれから花場スポットに行って食いに行きたいと言えず、うん、こっちに止めて正解だわ。出やすい絶対。あ、いいね。しろ。うい。おうい。しろ。さすがに死ぬわ。よいしょ。オッケー。慎重に。そして慎重にね、砂利道じゃないところ、道路に出てタイヤが滑らないように。ちょっとアクロすぎだろ。よいしょ、 OK。 焦った。
うわ、途中か。やっぱ砂利道怖いっすね。マジ絶景。うえ。この絶景を見ながら、おぎのパンを食うと。最高だわ。危ね。それで、じゃあちょっと。写真撮ろう。ちょっと食いますわ。うわな、めちゃくちゃたこ焼きやってる。さて、おぎのパン食って景色見ながらゆっくりして、でちょっと TikTok ライブやってたら、もうなんだかんだ2時間ぐらい急っちゃいましたね。よし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 。最近シミみたいなほくろができて、まあちょっと萎えるけど、でもこれもまたなんか生きてるみたいで可愛いわ。まあほくろだと思う、こういうシミも。で傷はまあニキビできちゃったみたいな。よいしょ、重てえ。帰ろう帰ろう。ういお、綺麗。森の中は暗いな、道が。今木漏れ日が一回差して超綺麗だった。山奥で近くに民家もないからできること。さあ、じゃあちょっとぼちぼち戻りますわ。こっちもすげえな。めっちゃ渋滞してんじゃん。まあそりゃそうか。ということで今日の動画はこんな感じで終わっていこうかな。おぎパンでパン買って、景色いい場所で食って、自然に浸れて、大自然ツーリングマジ最高。まあでもまだまだ暑いっすね。秋来てんなーとか思いつつも、やっぱバイクに乗ると灼熱なんで、もうちょい涼しくなればバイク日和かなーって感じはします。ということで、ご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいなって思ったら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。